よいしょ、よしと来た。おお、なんか涼しい風が吹いてますね。よし、はい、今日はですね、2年前にね、大岩名を釣った、沢に来てますけど、ちょっと雨降ったタイミングでね、どうかなと思って今来てみましたけど、まあね、思ったほど水量増えてないですね。まあでもどうですかね、まあ大岩名はねまあいればいいかなっていう程度なので、とりあえずここで頑張って釣り上がっていきたいと思います。削れちゃったな、だいぶ削れてんね。移動してきました。ちょっとね、出なかったのでやっぱダメね。そこね、今滑るわ、気をつけないとね。よいしょ、で滑る。危ね。ちょっとここの支流に入ろうと思いますね。よいしょ、おちょっと動画的にはどうだろうね。よし、あそこね、これ出るかな。まあ出ないか。ちょっと上に行きます。ここの上に滝があるんで、水量多いな。ここにイワナいますね。走ったか。ああ走った。ああ走ったね。結構ねいいサイズでしたけどね。ああ上に行った。ああ走った。走っちゃった。しょうがない。よし、ここはいそうですけどね。やっぱりここの泡、ああ、まあ、つっついたね。ああ、つっついて終わりか。つっついて終わった。よし、よっしゃ、出た。よし、出た。
よし、出たよ。いいサイズだね。はいはい。よしよし。はいはい。おお。やった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 。はいはいはい。はい。はい、岩な。よっしゃ。いました、いました。はい。今出たイワナですけど、綺麗なイワナですね。まあ、2、3センチってとこですね。うん、まあ細いですけどね。まあ釣れたんでよかったです。はい。じゃあ話しますね。はい、ありがとう。あそこの穴ね。いないね。よし、あそこの上。あ、でかいでかい。結構でかいよあれ。おお、どうしよう。今食い損ねたね。あれでかいよ。どうしようね。ちょっとカメラセットする余裕がないんで今。そこにいる、でかいよこれ。ああ、また。また。ああ、浮いてくるね。結構、ほんとでかいっすよ、これ。よし、よいしょ。ああ、外れた。ああ、早かったね、今、出んのが。こういうサイズだったのにな。もう出ないか。さすがに。ああ、また浮いてきたね。一応浮いてはあるね、まだ。ああ、浮いてはある。でかいフライとかにすればいいのかな。ハリスではないか。よいしょ、よし、食った。お、追い食いしてきた。やっと出たよ。よっしゃ。イワナ、イワナ。お、いいサイズ、いいサイズ。シャークあるか、シャークあるか。下下ろそう、下。よしよし。シャークありそう。はいはいはい。よしよし。あ、シャークあるそう。やっぱりね。はい、シャクイワナ。よっしゃー、フライ変えたら出ました。シャクイワナ、あるね。やった。はい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 。あ、超えてはいないか。ジャスト、あ、ジャスト30ですね。うん。
まあ、尺イワナ出ました。はいはいはい、細いですけど、いやよかった、とりあえず。はい、今出たイワナジャスト30センチでしたね。うん、カリスにしたら飛びついてきましたね。最初パラシュートでね、何回か、ね、出てきてね、やっと食べたと思ったらバラしちゃいましたね。でフライ変えて、まあ、結構ね何回も出てきたんでやる気あるなと思ってフライ変えてみようと思ってね、カリスにしたら飛びついてきました。いやーよかった、細いですけどとりあえず釣れたんでよかったですね。離しますね。はいはい、こんな、細かったですけどね。ああ、いったいったいった。はい。あ、でももう一匹いるね。あ、違う魚だと思うね、あれね。なんかもう一匹の、もう一匹なんだか、今の魚が戻ったんだか。よいしょ、これ違う魚、これは違う魚です。同じとこに、あーこれもでかい、これもでかいよ、これもでかい、これもでかい、これ違う魚かな、違う魚ですよね。よし、あこれも尺ぐらいある、これも尺ぐらいある、これ違う魚だ。よいしょ、あはいはい、大暴れ。あ、さっきよりちっちゃいね、27ぐらいですねこれは。はい、今出たようなこれは27ぐらいですね。うん、9寸ぐらいですね。まあさっき今尺イワナ出たとこの多分これかな、さっきからアタックしてきたのね。まあちょっと分かんないですけど、おいい罠ですよこれもね、これ27ですね。よしこれ離します。はい、ああよし、はい、こんな罠でしょ、ありがとう。はい、青いってつ、ありがとう。あそこ、よし、はい、ということでね、今日の釣りはね終わりにしたいと思います。まあ短時間だったんですけど、まあイワナ、ね、尺イワナ釣れましたんで、よかったです。まあね、釣り的にはまあ 2,3 時間やったかやってないかぐらいなんですけど、まあ尺イワナ1匹と、まあね、9寸のね27センチのイワナ1匹と、まああとねこの手前のこのポイントでもねイワナ釣れましたんで良かったと思います。まあ、最初に入ったね沢ではね、釣れなかったんですけど、それ移動してきてね良かったですねこっちにね。まあ、最初ねここのポイントにもね魚入ってたんですけど、ちょっと走られちゃったんで、まあでもねここで釣れたんで良かったです。ということでね今日はこれで終わりたいと思います。